ウィーズ、こんにちは、ビジマイです。今回はですね、BTS Playing Cards のご紹介でございます。こちらはですね、まあ有名なダン&デイブさんと、海外の DTS っていう音響会社の方の PV で使われた時に、違う、 PV を作った時に使われたトランプでございます。かなりね、イケてるトランプなので近くで見ていきましょう。たらパトさん静かじゃん。はい、それでは近くで見ていきましょう。こんな感じの DTS、 多分これが DTS っていう会社のロゴなんですかね。レッスンって書いてあります。で、ちょっと、反射すると分かりますね。ここにプレインカードってすりげな書いてあります。で、後ろもね、反射すると見やすい。これ USB-C 社になっております。こんな感じです。はい、でね、ちょっと動画だと伝わりづらいかもしれないですけどね、箱がかなりかっこいいです。で、ちょっとここら辺がね、全部デコボコしててエンボスみたいな感じになっております。はい、なんかパッと見タバコみたいな感じに見えますね。はい、ではオープン。ちなみにシールがないです。はい、ウィンチョで、特に広告とかは入ってないんですけれども、なーんとですね、ブランクカードが1、2、3、4枚、まあ4枚入っておりますという感じのデックですね。確かジョーカーはね、入っておりません。で、表側はこんな感じ。おー、いきなりスペードに出たわ。はい、特に何にも書いてないですけど、まあスペードが大きく書いてあるだけという感じです。で、まあバイシクルとかとデザインは絵札とかね、一緒なんですけれども、ダイヤとハートはですね、まあ赤ではなく若干オレンジっぽい感じの色になっておりますと。まあデザインは一緒なんですけど、ちょっと色合いとかが違う感じですね。はい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 。もうジョーカーもないからな。もうスペードエースも出ちゃったし。表はこんな感じ。さらっと見ていきましょう。はい、では裏でございます。まあここだけ見るとね、真っ黒なデザインにしか見えないんですけれども、こんな感じでですね、まあ2つこの DTS さんのロゴのマークですかね、があるだけのかなりシンプルなデザインのデックになっております。あとですね、かなり薄いです、1枚1枚が、で、まあ硬さ的にはちょっと柔らかいぐらいかな。でもなんかですね、1枚1枚薄い割にはちょっとなんか腰みたいなのがあるのかな、なんか使って不思議な感じです。まあとにかくですね、かなり薄いデックかなと思います。で、シンプル好きにはすごくいいデザインなんじゃないかなと思います。なんか高級感がすごいあるっていうんですかね。まあ、ダン&デイブさんと、あと DTS さんの PV の動画とかをですね、見ていただくとわかるんですけども、まあ、音響のね、会社なのでですね、無音の状態で、まあ、ダン&デイブさんとかはですね、こういうふうにスプリングしたりとか、まあ、いろいろね、プレッシュしたりとかしてるんですけれども、まあ、音フェチにはいいかもしれないですね。よかったら概要欄に貼っておくので、そちらの PV もぜひ見てみてください。はい、裏はこんな感じ。シンプルなデザインが好きな人にはいいんじゃないかな。マジックにも全然使えそうですね。ブラック4枚あるし。はい、で、質感なんですけれども、まあ先ほどちょっと触れたんですけれども、まずかなり薄いっていうことと、まあ硬さ的にはちょっと柔らかいぐらいだと思うんですけど、なんか腰がある品質になっております。で、こういうデザインなのでかなりシンプルです。まあフラリッシュ、あとはマジックにもいいですし、まあ、ディスプレイ系でもこういうのはいいんじゃないかなと思います。なんか結構いろんなのに万能な感じですね。はい、あとフォーマルなところにもすごく映えるデザインじゃないかなと思います。まあすごいシンプルですね。ファンすると1個隠れるしね。はい、まあ個人的にはすごくですね、シンプルなデザインとか好きなので、なんか触ってても飽きないですね。あと質もすごくいいかなと思います。まあ硬くはないと思うんですけれども、まあ柔らかすぎずっていう感じでもあるので、なんかちょうどいいですかね、触ってて。あと薄いデックも結構好きなんですね、僕好みかなと思います。ただちょっと値段がお高め、それがちょっと難点かなっていう感じです。ちなみに限定品なので高いのはしょうがない。あと箱の作りが結構すごいので、お金かかってるなっていう感じがしますね。はい、そんな感じのトランプでございます。はい、ということで今回は、DTS プリンカードのご紹介でございました。まあ1個ですね、2500円だったかな、結構お高めのトランプなんですけども、確かもう絶版だったのかな。まあかなり個数も限られていてですね、僕はプレイフェアさんで買ったんですけれども、
ご興味ある方はぜひ買ってみてもいいんじゃないかなと思います。まあ値段的にはちょっと高いので何個も買えないと思うんですけども、全然1個とかねあってもいいとのう、いいとのぶじゃないかなと思いました。またね PV を見て、まあ、気になった方もねぜひ買ってみてもいいんじゃないかなと思います。ということで、もしよろしかったら高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いしますとハッタチが言ってますのでよろしくお願いします。ということでバイバイ。